ハルーアの教えてアルラス講座。この動画は私ハルーアがアルカラストについて運営さんと一緒に勉強しレベルアップしていく動画です。今回は編成について詳しく紹介していきます。皆さんこんにちは、ハルーアです。こんにちは、運営の前田です。今回は編成について教えていただきたいと思うんですけれども、はい、キャラクター数も結構多いのでどういう組み合わせがいいのか、はい、まあ、あとは闘技場向けとか、まあ、ストーリー攻略に向いているキャラクターとかについて、はい、ぜひ前田さんに教えていただけたらなと思います。はい、わかりました、はい。まあ、正解っていうものはないんですけど、はい、まあ、こう考えたらいいよみたいなぐらいのやつを、うんうんうん、はい、教えたいと思います。はい、はい、まずですね、キャラクターにはロールがありまして、ロール、はい、まあ、この5つあるんですけど、うんうん、基本的な編成としては、あの防御型を前からこう、まあ、多くて3人ぐらいですかね、はい、まあ、2人ぐらいがバランスいいと思うんですけどぐらい置いて、で敵に合わせて物理か魔法の攻撃を置いて、では物理を置いてますけど、はい、あと支援と回復みたいな感じで味方をサポートするっていうのが、まあ、バランスがいい編成になります。はい、ただあのバトルといっても、まあ、いろんなバトルの種類があると思うんですけど、そうですね、はいはい、基本的に同じようなキャラクターばっかり私は使っちゃうんですけど、あ、育てちゃったやつを使うみたいな、そうなんですよ、はいはい、そうですね、最初はまあそれでもいけるんですけど、はい、だんだんこう敵がストーリーも闘技場も敵が強くなってくるので、そうなんですよ、ね、相性とかが出てくるんですよ、はい、だからまあその辺をちょっと組み合わせのところをちょっと紹介できればなと思います、はいはい、ぜひお願いします、はい。じゃあ早速、はい、ストーリーの攻略について、はいはい、教えていただきたいんですが、はい、あのまずはその大きいボスに対して大ダメージを与えられる単体攻撃ができるキャラ、はい、まあ、ネクルネクアとか、あ、黄昏トライゾンとかコロネコロナとかいるんですけど、はい、この辺を入れておくとダメージが出しやすくなって、うん、で結構あの時間切れで負けちゃってるみたいなパターンがあると思うんですけど、そういうのが出にくくなるから、はい、であとは連戦なので、はい、どうしても HP が減ってしまうんですよ。なので回復できるキャラ、回復できるキャラクター、はい、はい、黄昏リズ、あのアクションスキルで回復できたりとか、はい、あとはリースベッド、はい、まあ、彼女もヒーラーなので回復できるんですけど、うん、こんな感じであの1ウェイ目2ウェイ目であのなるべくあの体力を削らないようにこう行って、はい、3ウェイ目のボスで頑張るみたいな、そういう編成の仕方がいいかなと思います。続いて闘技場について伺いたいんですけど、はい、はい、闘技場はまたあのストーリーと全然違う戦いになっていて、はい、人が組んだ、人間のパーティーに対して戦うので、はい、本当にあの正解がないんですよ、うん、で、まあ、その中でもですね、いろんなところで活躍できるんじゃないかなっていうキャラクターをちょっと紹介したいなと思います。はい、はい、でまずは黄昏アレクサンドラ、あの一定時間無敵になるっていう、あ、はい、まあ、自分だけですよね、はい、なので痛い攻撃もゼロにしてくれるので、はい、この人は育てた方がいいかなと思います。そうですよね、はい、防御が、防御は大事です、はい、はい、続いてですね、黄昏ジネットと、はい、とエルオンズ、この2人なんですけど、はい、この2人何がいいかっていうと、うんうん、あのオートスキルに敵全員に魔法ダメージ与えるっていうのがあります。で何がいいかっていうとですね、そのアレクサンドラみたいな盾が前にいても関係ないんですよ、全体に、ま、全員だから、はい、行くので、はい、なのでジネットとエルオンズを両方例えば入れてたら、うん、あの後ろにすごいこうダメージが入るっていう、あ、いいですね、はい、なのでこの辺もおすすめかなと、はい、はい、であとはですね、ラドロ、うん、と、トードのオレリア、はい、うん、まあ、この辺の人たちはあのアクションスキルで前から何番目の敵を攻撃みたいな、うん、そういうスキルを持ってます。なので基本的にはあの一番前の人を攻撃するんですけど、はい、盾を無視してこう攻撃してくれるので、そうですよ、はい、なのでアレクサンドラやエルネストが前にいても、うん、3番目の敵を攻撃してくれるラドロとか、そういう感じで使ってもらえると、はい、意外とこう、ああ死んじゃったみたいな、うん、そういうことに なっていくと。じゃあやっぱり全体攻撃とか、はい、その防御のところを飛び抜けていくようなキャラクターとか、そうですね、まあ、そういうところをうまく、はい、バランスよく編成した方がいいということですね、はいはい、前田さんありがとうございました、はい、じゃあ次回は試練の塔の編成について
聞きたいと思います。はい、よろしくお願いします。